皆さんこんにちは、日本語の森の荻原健人です。今回は実践問題1回目やっていきます。実際の文法の実践問題は3つに分かれているんですよね。今日はパート1からやっていきます。それではいきますよ。1つ目、母親、外国語を日本語で表すときはカタカナを使うんだよ。でもスイカは昔から日本にある言葉、ほにゃらら、なんでカタカナなの？1番、ために。2番、から。3番、にしては。4番、なのに。の中から1つ、このカッコに入る言葉選んでみてください。ヒントいきますよ。昔から日本にある言葉だけど、なんでカタカナなの？逆の意味を表す言葉。わかりましたか？答えは4番、なのにです。日本にある言葉なのに、なんでカタカナなの？大丈夫ですね。ためにっていうのは目的ですよね。からっていうのは理由を表します。にしてはっていうのは何々であることを考えるとっていう意味ですよね。なのでここでは逆の意味を表す4番が正解です。2つ目、いきますよ。日本語の森を見てくれる人たちのコメントをほにゃらら、動画のデザインを変えることにした。1番を通じて、2番を覗いて、3番を込めて、4番を元に。考えてみてください。ヒントは皆さんのコメントを参考にして動画のデザインを変えました。参考にして、それと同じ意味なのは分かりましたか？答えは4番ですね。を元に、元にっていうのは参考にするっていうのと同じ意味です。で、1番のを通じて、これは経験を表します。2番のを覗いて、覗くっていうのはいらないってやることですよね。皆さんのコメントはいります、いらなくないです。2番は違います。3番のを込めてっていうのは心に、心を入れるっていう意味ですよね。心を込める、入れるっていう意味なので、ここでは間違いです。正解は4番です。はい、それでは3つ目いきますよ。え、すごい、これミサトが買ったの？去年のクリスマスの時、父からほにゃららの。1つ目、からあげる。2番、からもらう。3番、からあげた。4番、からもらった。そうですね、これヒントはからです。父からほにゃららのですね。皆さん、わかりましたか？一個一個考えてみますよ。まず、去年のクリスマスですよね。過去です。過去。なのであげる、違いますよね。もらう、違いますよね。3番か4番です。で、あげたの、父からあげたの、父からもらったの、もらう、もらったが正解ですよね。4番が正解です。あげるっていうの、父からあげたの、おかしいですよね。もらうっていうのは相手から自分の方に来ることをもらうっていうふうに言います。あげるっていうのは自分から相手の方に行くことをあげるっていう風に使うので、父からっていう風になったら4番のもらうっていうのが正解です。それでは4番目いきますよ。日本の梅雨はいつからいつまでですか？梅雨っていうのは夏の前にあるすっごくたくさん長い時間雨が降ることです。だいたい6月から7月、ほにゃららかな。はい、皆さん、6月から7月
ずっとだよっていう意味ですよね。はい、これ簡単かな。答えは1番に渡ってが正解です。6月から7月に渡るっていうのはずっとっていう意味を表します。で、この4つ全部ずっとっていう意味はあります。ですが2番、3番、4番にはのが足りません。ここにのが来る。のの間、のうちに、の際にっていう風に来たら大丈夫なんですけれども、のが抜けているため1番のに渡ってっていうのが正解です。すいません、今撮影してるのでまた後で撮影します。今撮影中なんでまた後でお願いします。はい。リザット先生はすごい調子乗ってちょっとリザット先生変なこと言うかもしれないからね。それで変なこと言うとピョンとかなんかするからダメ。じゃあ川間先生を傷つけないように。お、あら、ちょっとスカイプしたいなって思ってきたの。あ、お願いします。うん、今日はあのなんか後でお酒とか飲む？酒とか。昨日の夜飲んだんで、あの友達と一緒にパーティーをしたんですね。揚げ豆、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 あの食うって言ったらね、あのつまみとして揚げ豆。揚げ豆、そうです。あの昨日ですね、あの一人の中国人の友達が来てて、